今さら基礎知識、中島さん解説の方お願いいたします。はい、というわけで、平子さんは最近その家を購入されたということで、はい、まだ後々ですけどね、はい、はい、まあ、なんで多分豪邸に今壁がいっぱい余ってると思うんですよ。ほんとネズミの額なんで、まあ今ね、その絵画なんかかけたらいいんじゃないかっていうお話をされたと思うんですけど、はい、あの絵画を買うときに、うん、価値、はい、どうやって、見たらいいんだろう、うん、皆さん迷うじゃないですか、はい、でその時に価値って2つあるっていうことを覚えておいていただきたいんですよ、はい、で大体皆さん、よくわかってるのは価格ですよね、はい、価格なんか高いものっていいんじゃないかとか、はい、最近だと NFT アートとか言うじゃないですか、はい、ですね、皆さん気をつけてほしいのはアートとか芸術とか言った時に、うん、必ず特に最近のね流行ってる NFT アートとかって言うと、うん、必ず二言目に言うのはね、NFT アートっていいのじゃないんですよ、うん、NFT アートって儲かるの、うん、儲かるのっていうその価格面だけで芸術を見てしまうと、はい、ほとんどの場合は失敗します。あ、なるほど。はい、よくこうアートってなんかこう値上がりするから、うん、投資として買いたいとかっていう方多いんですけど、はい、ほとんどの作品は上がりません。そうなんだ。はい、これはですね、例えば車で考えてみてください、はい、車買って値上がりする車確かにあります、はい、フェラーリのモデルとか限定車とか上がるものあるけど、はい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 、ほとんどもの値下がりするじゃないですか。そうですよね。も一緒です。本当にまあいわゆる本当一握りも中も一握り、はい、一握り中の一握りで、はい、まあ大体その買った価格より上がるものって500点に1点ぐらいあるかないかっていうふうに言われてます。なのでアートを芸術を価格だけで選ぼうとすると、うん、大体後々なんか損したなっていう気持ちになってしまうので、まあ価値のもう一つの部分ですよね、うんうんうん、効果、はい、効果って何かって言ったら、うん、あなたにとってそのものってどういう効果がありますか、うんうん、っていうことなんですよね、はいはい、だからまあ例えばそのモナリザって世界一の名画って言われてますけど、うんはいうん、平子さんお子さんいらっしゃいますよね。はい、います二人。お子様が、うんパパの顔を描いてくれた絵と、はいはい、モナリザ、はい、価格抜きにしたらどっち嬉しいですか？はい、うわぁ、真に迫ってくるなぁ。子供の絵です ね。だから、価値の二つ目の効果の部分、はい。効果の部分っていうのは本当に人それぞれ違うんですよね。うん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 、だからこそ、絵を選ぶときっていうのは、もちろん価格っていうのも大事なんですけど、はい、効果の部分、あなたにとってその絵ってどれだけ心を豊かにしてくれるんですかっていう部分をメインに選んだ方が長く付き合って損した気持ちにならないと思いますよ。なるほど。というのが今更基礎知識でした。人によっては本当1円の価値もない絵が、またや、はい、それが他人の誰かにとってはもう100億の価値がある絵になり得るっていう。おっしゃる通りですね。はい、その芸術の面白い部分ですよね。そうですね。いやー、なんか絵をさ、やっぱ、はい、家の話出ましたけど、はいはい、なんか絵飾りたいな、うん、1枚ぐらいって考えてたんですよ、うんはい、お恥ずかしながら、はい、どの辺の今若手探ったら勝敗上がるのかなみたいな見方は正直しようとしてたから、どの辺の若手元気なんだろうって上がりきったもんじゃなくて、こっから伸びてくる若手の画家さんとか調べようとしてたから、いやこれはもうキャンセルです、恥ずかしいですよ。ただあのさっきも言いましたけど、500人に1人ぐらい上がるんですよ実際。で例えば今で言えば草間彌生さんとか奈良義知さんとか村上隆さんとか、かつては若手だったわけですよ、うんうん、でその昔草間彌生さんの作品なんて数十万円もあったら買えたんですよね。それが今本当にちっちゃい油絵なんか買おうものなら、はいはい、もう数千万当たり前。そうっすよね。ですから、だから500点買えば、はい、1点ぐらいは必ず値上がりするって考えると、でもその1点の上がり率がその500点を買った分のを賄えるかどうかですもんね。さすがです。でもそういうことですよね。投資する時のこの難しさっていうのはね。なるほど。もうなんか大きいキャンバスに子供にわーって描かせようかな。あ、でも本当に子供の作品が値段がつくことっていうのも結構よくあるので、本当に10歳いかない子の作品が数百万円で売れるなんていう海外の事例なんていうのは実はそんなに少なくないんですよね。そうなんだ。はい。もうほらまた俺純な気持ちで描かせて飾ろうとしたのに、もうちょっとここ緑足してみればとか言っちゃいそうだね。なるほど。
うん、あれ坂口さんは美術館なんか行ったりしますか？美術館たまに行きます、はい、でも、うん、見方がわからないというか、はいはいはい、なんかあの絵を見てる自分に酔って終わっちゃうんですよ、うん、そうだね。そうだからこの絵をいいと思ってる自分を見てるんだよね、うん、そうなんです。結果絵じゃないよね、うん、見てんのは。ちゃんと楽しむにはどうすればいいんですか ね、 ねこれはね、でもあの自分に酔うっていうのは非常に正しい作法で、うん、あのある意味すごくこう日本で美術館に行かれる方ってまあ良くも悪くもすごく上品というか、うんうん、あのみんなこう列を守って順番に順番に見ていくじゃないですか、はいはい、で大体見終わる頃には疲れて何見たか忘れてるっていう、うんはいうんうん、まあ音声ガイドとか聞いて、はい、なんか聞いてるときはすごく学んでる気がするんだけど、はい、あのその後カフェに行ったらもう何も覚えてない、ま、確かに覚えてないもんな、ま、さにだから森俊君何言ってたっけなって思っちゃうそうなんですよ、いい声で喋ってくれてるけど、はい、大体忘れてるんですよ、はい、だから皆さんそんなに真面目に絵を見ないでくださいっていうことなんですよね。はあ、そっちですか、はい、美術館に行くと、まあ、やっぱりその企画展なんでたくさん美術品が並びます、うん、だけど人間の集中力で覚えてられるなんて数点ですよ、うん、だから、うんうん、まずは美術館に行ったらぼーっと一通りこう眺めてみる、はあ、もうサッとでいいです、はい、もうあのサッと見たら15分で終わりますから、うんうん、その中でもうぼーっと見る中でなんか気になる作品っていうのを見つけていただきたい。1点でも2点でも3点でもいいですよ、はいはいはい、その3点なりをじっくり見る、音声ガイドも聞いてみる、なるほど、そこに興味を持ってみて、うん、そしてなぜ自分がその作品に興味を持ったのかっていうことを自分に問うてみるっていう、はあ、例えば、はあはい、意外と皆さん何色が好きですかって聞いた時に、うん、何色が好きかっていうのもパッと出てくる人も意外と少なかったりするんですよ。確かに。っていうのはなんか自分が見てしまう色ってこれだなみたいなことと向き合ってないからなんですよね。うん、だからたくさん美術品を見た中で、うん、なんか自分の好きな作品の傾向ってこれだなっていうのが、うんうんうん、一つの展覧会だとわからないけど、うん、ぼーっと見た3点、気に入った3点っていうのが、なんか10個展示見ると、あ、私って風景画がやっぱ好きなんだなとか、うんうん、人物画が好きなんだなとか、うん、あ、やっぱ青い絵が好きだなとか、うん、そういうのが分かってくる、はあ、だからこそ、まあ、そうやってこう美術館に行ってこう心を育てるっていうところにこう美術鑑賞のなんか重きを置いていただきたいんです。なるほどね、やってみよう。一回さらーっと回って、はい、一枚の絵から全然動かねえなあいつ、あ、かっこいいかっこいいよね、かっこいいです。え、ちょっと待って待って待って、あいつ泣いてる？へえ、でもそれでいいんすね。それでいいです。はい、あ、なんか安心すんね。そうですね、もうなんか難しいものっていうイメージありましたけど、うん、何も考えなくていいんだ、恥ずかしい見方してんなと思いながらさ、はい、なんか後ろ手でさ、はい、ゆっくり見てさ、分かったような顔してさ、うん、それでいいんだよね、うん、大体ね、6万年以上前からその絵画史ってあるので、うん、あの全部知ってる人いないですから、うん、なるほど、はい、何か一点な、誰か一人作家について詳しいっていう方がやっぱよほど素敵ですよね、うん、はあ、そのお気に入りを探して、はい、自分の金銭にカッと引っかかるような人を、心を育てる、そういう人って、ね、うん、あのさっきの僕の話じゃないですけども、例えばじゃあ若手の作家さんって今どういう人がいるのかなとかって、はいはい、それを知るのってどの場所に行けば一番わかりやすいんですか？うん、そうですね、あの若手作家を探したいっていうことであれば、うんうん、やっぱりそれこそ最近で言うと、まあ六本木とか青山とか渋谷とかを中心に今すごくこう日本の若手アートって盛り上がってるんですよね。だからまあそういうところに行ってみるっていうのもいいかもしれません。ただやっぱりそのギャラリーに入るって非常にその敷居が高いので、うん、はい、僕は最初はあの逆にあの割と百貨店とかに美術画廊ってあるんですよね。だけどまあああいうとこってすごく敷居が高いと思われてるんですけど、うん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 、逆でむしろその値段が結構高いから、うんうん、押し売りされたりすることってまずないんですよ、うん、あね、400円のシュークリームと違うじゃないですか、はいはい、おばちゃんが無理やり、ね、あの、うんうん、押し付けて買って、まあ、食べたら美味しいとかっていう次元じゃないので、うんうん、40万とかするものを押し売りされたらちょっとしたもん、あれじゃないですか、問題じゃないですか、うんうん、だからあの百貨店とかに行くと結構ね品よく見せてくれるし、あの聞いたらいろいろ答えてくれるんですよ、うん、で何がいいかっていうと、百貨店っていうのはまあある意味日本においては
まあ、高級品、まあ、ある程度選別されたものっていうものがかけられているので、うんうん、まあ、ある程度評価が定まったいいものっていうものを見れるんですよね。うん、で、まあ、そういうところで、こう、うん、なんていうんですかね、経験を養って、うん、いろんなものを見て、で、その上でなんかこう、若手アートなんていうのを見に行くと、うん、まあ、それはまた違った面白さみたいなのも楽しめるし、うん、で、なんか、あの作家ってどうなのとかっていうのを、はい、こう、美術画廊の人に聞いてみたりするみたいな。うんうんで、ああ、あの人はどうですよ、みたいなことを教えてもらって、うん、まあ、またそれで詳しくなって、うん、まあ、そういうことをこう重ねていくと、うんうん、まあ、変なものをこう修理されるなんてことも、まあ、なくなってきますし。なるほどね。はい、あ、画廊の方とちょっと立ち話をっていうのは、めちゃくちゃいいね。俺がやりたかったことかもしれない。憧れますよね。うん